皆さんこんにちは、フルーティストの岩崎加穂です。今日は私の楽譜棚を整頓していきたいと思います。で、今ねこの後ろにあるやつ全部楽譜が入ってて、まあ普段使ってるんですけど、パッと見ねすっきりして見えていいんですけど、でも外からね何がどこにあるかちょっと分かんなくて、で結構毎回ね生徒さん来るときに探したりとかちょっと手間なので、まあ、ちょっとその辺の見直しと、あと自分がね持ってる楽譜を私今までアナログでね紙に書いて整頓してたんですよ。楽譜2冊買っちゃったりとかたまにあるので、で、まあ、それをね全然最近書いてなかったので、まあ、書き足しつつ、でさすがにねアナログだとこう直すのめんどくさいので、そろそろデジタルに移行しようかなと思って、まあ、とりあえずねこれを直してから、まあ、パソコンでね、まあ、ワードかなんかで適当に打っていこうかなと思います。はい、というわけでとりあえずファイルとか分厚い曲集系ですねはしまいやすいので、こんな感じでザーって入れてみました。この辺はピアノかな。で、割と古楽系の楽譜は印刷してるコピー譜が多いので、この辺はそういうのがいっぱい入ってますね。で、あとアンサンブルの譜面とかで、ここからがね大変なんですよね。まだねこんなにいっぱいあるんですよ。で、こういうのが、まあ、細かいね曲集じゃないか細かい曲、エチュードとか、まあ、普通にフランスもの、ドイツもの、古典、ロマン派、現代といろいろ薄いのがねいっぱいあるので、この辺を何持ってるのかメモを取りつつまた中にしまっていきたいと思います。いつもねどうやってしまうのが結局一番使いやすいのかも割と長いこと悩んでるんですけど、でもやっぱりなんかこう編成とかで分けるより作曲家ごとに分けてる方がまあ探しやすいかなというのが最近思っていることなので、作曲家ごとに分けていきたいと思います。もしかしてこれ完璧じゃない？めちゃめちゃいい感じなんじゃない？というわけでできました。
これ何分撮って、結構長い動画になっちゃったけど、まあ、あの一緒にお片付け作業用に使ってもらえたらいいかなって感じですね。ちょっとあのこのケースに入れてた時より若干こうごちゃって見えるけど、まあ、実際こっちの方が見つけやすいし取り出しやすいので、しばらくちょっとこの状態で使ってみようかなと思います。これはまあ折りたたんで片付けられるので、まあ、洋服とかしまうのに使おうかなと思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。